信をご覧いただきたいと思います。今日の先発はオリックス竹安、ファイターズ金子で始まりました。1回表そのファイターズの攻撃、ツーアウトランナー1塁で中田翔復帰第1打席です。ここはしっかりスイングはしたんですが、ファーストへのファールフライ。竹安1回を無失点でまず立ち上がりました。その直後です、苦手金子に対して先頭バッター福田、まあ積極的にね、非常にいい形で出塁しましたよね。そうですね、ただこの後盗塁がアウトになります。まあこれも少し計算のうちですけど、ちょっともったいなかったですね、はい、続く宗の打球はショートの頭の上、宗はファーストベースを蹴ってセカンドへ向かいます。タッチアウト。なんか行ってない勢いで行ったという感じですね、そうですね。その後ツーアウトランナーセカンドとなってロメロなんですが、サードライナーで無得点だったこの立ち上がり。その中で竹安頑張っているんですが、3回表のファイターズの攻撃、ワンアウトランナー満塁でバッターボックスに近藤、フォークボールをセンターの頭上に運んで宗のこのプレー、グラブ、フェンス、グラブでセンターゴロ。よく追いつきますよね、この身体の高さは認めますね、この間に2点入って2対0ファイターズ先制しています。一方3回の裏、ワンアウトランナー満塁で吉田正尚、463のダブルプレーでした。これを打ってほしくないボールに手出しましたね。そうですね、吉田らしくないねバッティングでしたね。その後竹安粘りのピッチングを見せていたんですが、5回ツーアウトランナー二塁一塁で中田翔、ここは少し岡さんは配球も考えないといけないって話でしたね。そうですね、アウトサイド投げたボールをもう一度インサイド戻した、厳しくいけるというね可能性があればいいんですけど、行きづらかったですね。ただ4番中田の見事なタイムリーツーベースヒットで4対0。さらに6回です、ピッチャー山田に代わっているんですが、ワンアウトランナー二塁三塁で中島犠牲フライ、5対0、まあ、ファイターズ得意のじわじわ来る攻撃が今日出ています。一方のオリックス6回、先頭バッター宗、ピッチャー玉井から内野安打で出塁、さらに吉田もつなぎます。何かここで起こしそうな感じあったんですがね、ちょっとね、ここでまたつなぎなり、こう長打が出るのは楽しみ、面白いなと思いましたけど ね。ノーアウトランナー一塁三塁からロメロサードゴロの間に1点をまず返しました。この1点は入りましたけど、今のね、ワンアウトが痛かったですね。そうですね、アウトカウント増やされるとね、そして5対1のまま8回ツーアウトランナー二塁一塁で太田のこの打球、吉田正尚のグラブを弾きます。これで6対1、また5点差となったところ、9回ツーアウトランナーなしで最後のバッター中田は空振りの三振。まあ昨日逆転負けを喫したオリックスバッターを今日こそはといったところだったんですが、4番